ゆりです。今日は三方根とカオルン城の間にある開拓川のほとりにやってきました。ここはガーチンワイチュン、カオルンに最後まで残っていたワイチュン、壁で囲まれた村です。最後まで残っていたと過去形なのは、もうすでに2016年に村の人たちの退去が完了してしまっているからです。立派な門神が描かれた村の中への入り口、門番の役目をする神様です。村が閉じられてしまった理由はもちろん再開発。再開発の認可が出た後、明の時代や清の時代の壁や櫓の一部が発掘されたため、その後調査が続けられてきました。そして農暦新年、旧正月の間だけ、今年は11日間、中のティーハービオが開放されました。もうこの機会を逃したら、当時の村の姿を残した状況を目にすることはないのではないかということで、多くの人たちがこの旧正月中、この場所を訪れました。私もその中の一人です。残っている建物は全体的にこのように古いのですが、ティーハウビオだけはとてもきらびやか。この日のために塗り直されたのでしょうか。赤と黒と金が輝いています。緑で囲んであるのは万寿無窮、健康でいつまでも長生きすることを願う言葉です。一番上の龍も下の絵に比べると金が輝いています。民国36という小さな文字が刻まれています。1947年のことを指しています。左側には尾州カオルン城の文字が見えます。アメリカに出稼ぎまたは移住したこの土地出身の人たちのことを表しているのでしょうか。右の狛犬には1985年という数字が刻まれています。この現在のティンハウ廟を再建した時が1985年です。ここで一番古いものなのではないかというものが1763年、建隆28年という文字が刻まれているこちら、清の6代皇帝建隆帝の時代です。それではティンハウ廟の中を見ていきます。入り口の左右には門神様、正面に祀られているのは海の守り神マソです。祭壇には縁起物の果物や蘭の花が備えられています。ここだけ見たら、まさかもうこの村が閉鎖されているなんて信じられないのではないでしょうか。こちら1985年に現在のティンハウ廟を再建した時の寄付者の名簿。左下の茶色いプレートには村とこの廟の歴史が刻まれています。上の額縁は1948年再建時の寄付者の名簿です。このティンハウ廟を中心に村を挙げて盛大に行われるお祭り、タイピンチンジウは地域の安寧と繁栄を祈って開催されますが、ここでは10年ごとに行われていました。第1回目は1726年、1724年に村が再建されてから2年後のことでした。飛んで最後になったのが村が閉じた2016年です。村の中の建物は最初に見てきた通り、まだ残っているものもあれば、こちらのようにすでに取り壊されている箇所もあります。ただ取り壊された箇所もその後発掘が行われたようで、地面がだいぶ調査された跡が残っていました。これらの場所は外側からは完全に囲われていて、普段は立ち入ることはもちろん覗き込むことすらできません。今回のティンハウ廟の開放は
村の外にある掲示板に貼られたことで皆が知るところになりました。その隣は寄付者の名簿、土地の人たちによって守られてきたことがひしひしと伝わってきます。開拓川のほとりのカオルーン最後のワイチューンはついに今年から再開発の工事が始まる予定です。それでは8位議員ゆりでした。